チャンネル,ル,ンネル僕らの国会皆さんこんにちは皆さんこんにちはどうぞはい令和6年9月30日に収録を行っています今回のテーマは「石破新総裁なぜ衆院議員だけに役職アンケート?」ということでこのテーマをお願いします、うん、これはあのー、石破新総裁が今までになかった試みとして国会議員に どんな役職に就きたいですか、はい、でこれはですね、まあ、閣僚大臣になりたいって話じゃなくて副大臣とか政務官とかあるいは部会長とかそれから国会の委員長とかそういう範囲のことだと思いますけれど、うんえー、それを初めて行ったというニュースは多分見た人はかなりいらっしゃると思うんですが、うん、そこであれと思った人がこの参議院議員青山茂春のこの国会の中からお伝えしている動画を見ている方は。 気がついた人がいると思いますわ。うん、全部の衆議院議員にって言ってオールドメディアははい全部の衆議院議員にすごいですね。素晴らしい取り組みです、ね。素晴らしいですね。<laughs> え参議院議員はってなりますよね。<laughs> ね<え>ね<え>思ったでしょ。<laughs> はい、それでオールドメディアは絶対にこの解説しない。それから今回の私のまああの総裁選での悪戦苦闘ともろに繋がってる話でこれ石破新総裁の人事権は 衆議院にしか及ばないんですよ参、うんはい、参議院は参議院院はで決めるの、はい、でこれを僕は今日のキーワードで古「古城」だ、は、と、い、これをですね「あの工場の月」っていう歌を歌いたいんですが荒れた城って言ったらいくらなんでも参議院に申し訳ないので、はい、あの古い城にしたんですけど、うん、要するに参議院はこれを誇りとしてるんですよね。 誇りとしてるんですが今回、参議院の全国比例衆議院は小選挙区しかないえ比例ブロックも地域ごとであって全国を考えてるというのはつまり本来の国会議員の役割で言えば一番いい選挙区を持っているのは参議院だから派閥と金問題であるいはこれだけ接収がひどくなって石破さんも世襲です。ね 接種接種ばっかりこの憲法は門地によって差別されちゃいけないって書いてあるんですけど門地ってあの「角の地面の字」って意味ですがこれ門罰と同じ意味です。で世襲もこれだけひどくなると明らかに門罰なので入国憲法も9条のように必ず直さなきゃいけないところもあるけれども良いところもあるんで,でとりあえず今の憲法は。 今の憲法をだ守らななきゃいけないけ救助についてもそうなんです改正しないかりは。で文地がちゃんと否定されてるのになぜ立法府の国会議員がその文地によって文罰によって出てくるのかとしかもそれが総理になる人も基本的に世襲だと、ね、今回も結局そうなったわけですよね。うんうん、でそれを考えるとですねそのうん参議院の全国比例の意味をもう一度考えて。 しかも今回、本当に総裁選で、その前の推薦人集めの時に、もう僕は感じたんですけど、私が8年2ヶ月試みてきた新しいやり方、献金も企業、団体献金、野党がおっしゃる、それだけじゃなくて、個人の献金も一切受けない、パーティーも派閥があるものも、自分がやるものも一切やらない、そういう金集めをしない、それから派閥もグループも一切属さない、それから、 これは一番常識外なわけですけど後援会作らない後援会長もいない団体史上はいくつか申し込みありましたが全部お断りしたそれ変わりませんそしてさらに全国のために働き戦うので地元を作らないと地元の利益誘導はしないと国益だけを考えるとだから三浦秘書が僕の社長秘書時代に最後安倍さんの電話に断り入れようとしてね青山千春 東京海洋大学教官に行ったら「後悔しますよ」って言われてダジャレなのかリグレットの後悔なのか分かんなくてこれは町村後悔本当に出る時でしたからそれで三浦市長に聞いたら「社長国益のためです」って言ったでしょはいスパッと三浦市長らしく言ってくれて当時清水一緒ですけどだからその国益のために参議院から出るってことを言って。 一番冷たたかかったのはどこことというそんなそんなことそんなことは,ことはやっぱりあの参議院は今までのしきたり通り参議院当選3回以上でねそれで参議院の出した名簿で総理がそのままやってくださるというのが参議院なんだから参議院から総理なんか出したらこういうルールも 崩れますことよっていうのをですねもうブワーッというウェーブプレッシャー何やかんやで,いっぱい来たわけですよそれで今回の石破新総理も政治改革の基種のはずが参議院はノータッチ正義本当は古いお城こうやってガッと固めてるけどこのガッと固めた外で起きる変化についていかない。 うん、で前も言ったかもしれませんがやっぱりこの推薦集め,て集めやってよかったなと思うのはあの組織内候補って言葉があって特に、まあ、衆議院もないわけじゃないけど参議院にはもう組織ガチガチ、はいね、本人に言ってもほぼ意味がなくて業界団体の組織の会長はじめとしたトップに話さなきゃいけないので三来医師が分かってる時にアポ申し入れ,れたら。 かとわけにいきませんということだったんですがそれやってるうちに組織内候補の若手がここに来られて自分はあの自分は組織内候補ですけど本当は衆議院で自分の組織に関わる法案を審議してで参議院に来たら当然審議はするんだけどその時に組織ともよく議論をして。 当然参議院の修正が加わって成立すると思ったら議論はするけれども修正なんてとんでもないと。ね。じゃあ一体参議院何のためにあるんですか、うん、それからその人自身がいやもう組織にガチガチに言われてて青山さんの推薦になりたかったけどなれませんと。本当になりたかったけどついになれませんと。最後の最後後ののににに言いに来た、うん、でその時に 青山さんが手を挙げた後のその自分の業界団体とかこの参議院の中の反応を見ててこれがやっぱり本当は大きな大きな目に見えなかった問題なんだってことはよく分かりましたって言われたんですよだからアンケートを取るのは衆議院議員だけなのね総理がアンケートを取るのはでこのあとそれでえー私は今までその希望は 全部無視されたんです、うん、で参議院の執行部と仲が悪かったかというとむちゃくちゃ仲良かったわけそうです、ね、これはもう言ってもいいよね例えば世耕幹事長、はい、それから関口議員会長、うん、ねえあのこういう幹部の人と本当に仲良かったし今も仲いいわけですよ。で世耕さんはあ離党勧告処分を受けて今無所属でいらっしゃいますけれどもおしかしいずれにしてもですね あの個人的なこのコミュニケーションとかそういうの全部吹っ飛んでてとにかく慣習だけなんですよ。でこれも、ね、全部あれのままに公平に言うと高市さんがあ経済安保担当大臣になられる前かなとか経済安全保障を相葉さんと一緒にやりたいと言われてそれで党の中に組織を立ち上げた、えー、高市さん政調会長だったでしょ。はい でその権限を行使して組織立ち上げてそこの幹事長に青山さんとで高橋さんは参議院に行ってくれたんです、うん、で参議院に言われた執行部はもう一回見ますけど僕とすごく仲のいい、うん、でもっとはっきり言うと僕の専門能力もよく分かっている人たちが高橋さんに何て答えたかというとこれは参議院の監修上当時まだ当選1回当選1回の参議院議員なんか絶対争われない。 それで高橋さん衆議院しか知らないから衆議院ではあり得るわけですよ。特に今の世の中だから当選回数だけじゃなくて例えば民間時代の僕の長い経験とかそれやってるから国会議員になるのが遅かっただけであってつまりあの20代で議員になったばっかりの人にその経済安保の党の大事な機関の幹事長になれって言ってんじゃなくて経済安全保障ってことをよく知っててしかも海外に人脈があって国内にも人脈があってそれで高橋さんは。 丁寧にお願いしてんのに、うん、そうやって断られて高橋さん何度も僕に電話してこられて「山、うん、さんこれがこれが参議院ってもんなのかな?」って言われて「いや僕も当然1回だから全部知ってるわけじゃないけどそうなんですね」それでこの役員の端っこに入ったんですよ。ねはい、で役員の端っこだと秘者さんだから分かってる通り連絡も ほとんど来ないで、うん、これインナーっていうねあんまいい言葉じゃないんだけど、うん、こういう党の政治機関を作ると、うん、そのトップと幹事長とかねそういうところでインナーサークルを作って税制度も全部そうなんですけどここでまず決めちゃうんですよ。はい、で決めてそれで終わりじゃなくて当然そこは住民所のましなところで平場に出して議論をして、うん、その議論の結果で左右されるそれを無視したのが LGBT 法ですよね、うん、だから岸田さんは今までの党の良きところを破壊したわけですけどでも経済安保については。 こ,のここで議論しちゃって、ですねつまり僕の代わりに幹事長になった衆議院議員がいらっしゃって、そこでやってしまって、名んも連なくないから、うん、僕はその幹事長になった衆議院議員に直接言ったんですよ、高井さんとのことなんか言ってませんよ、うん、一切言わないですけど、今、初めて明かしましたが、私も役員なので、うん、インナーだけでやるんじゃなくて、ちゃんとこっちとも議論してください、平番出す前にって言ったら、うん、えっみたいな感じで、参議院からそんな人がいるのかみたいなね。 そそうしたたらその幹事長がいなくなくっっちゃった、うん、スキャンダルで,、うんはい、でその後一体どうなっのもさっぱり分かんないわけそれで、まあ、高橋さんが大臣になられてね経産部担当大臣になって頑張ってちゃんと法律も通されたんだけど、うん、で話をもっと戻すとだから今回まあ総裁選であれだけこう前線なさったね、えー、最後は覆されてもお高橋さんにしてもこの参議院の壁っていうのは 破れなかったわけですよ。うん、でもそれは今こ個人の話として聞かれたら僕としては不本意で、それであの時のあの党のあの機関はどんな役割になったのかま非常に重要な機関なんだけど結局よく分かんないままですよね。うん、だからそれ考えるとこの日本は両院制が歪んでると、うん、かつて民間時代にね。 えー、当時民間人じゃなかった橋本さんね、あのー、自治体の首長だった橋本さんが僕に「うん、僕は参議院議員になるなんて夢にも思わずに、うん、参議院なんかいらない」と「あの一員制できべきだ」っ言った時に「僕は違います」と「病院が必要だ」って言ったんですが病院が必要って考えは全く変わりません、うん、こういう現実にぶち当たってても全然変わらない。でももを意味あるものに すすべきです、うん、あとねこれ前も言ったと思うんだけどやっぱ総裁選のおかげで本当によく分かったんだけど終わった後の昨日もね衆議院議員からまあ参議院っていうのは参議だから、うん、ねこちらは州だから民衆と一緒にやってるけど参議院は対コ構想で。 参考意見をおっっっしゃててるだけだけからって言われたんですよ、うん、で多分ねおっしゃってる顔を見てると僕は参議院議員って忘れて言ってんの <laughs> ね。それでこの言葉は実は奥は深くて戦前の貴族委員が形を適当に変えただけだって思い込みがものすごくあるわけですよ。うん、ね。それでだから前も言ったと思うんですけど英訳がね 今ここにあの僕は自分のあちょうどなくなってた名刺があるんですけどあの参議院からの公式な名称っていうのは「The House of Counselors」っていうんですよ「House」っていうのは国会のことですけどです、うん「Counselors」で僕は最初その参議院の言う通りの名刺を持って米軍と会ったらえっ「え、ね、日本語で言うとこの間までコンサルの独立総合研究所の社長だったけど今度は。 こなんかよく分かんないけどまた違うコンサルに行ったんだねって言われたからアメリカでそう言われるんですねアメリカだから思うわけですそれで僕は「いやこれは実はこの The House of the c o u n c i l o r s って書いてあるのはこれは実は The Senate、はい、上院のことですとそれで僕は、the、Member ofThe House of the c o u n c i l o r s じゃなくて「<laughs> I am the Senator」って言ったら「おおセネラ r <laughs> なって欲しいと思ったたけどなったんだとって言われたんで「喜んでる場合じゃないよって」うん、だって「公式にはカウンセラースって言ってんだからそういう扱いなんだよ」って言ったら「えっ?」みたいな,、うん、な「何それ」それでしかも「アッパー・ファスト」も言うわけだよそれから「ローワルハァスト」も言うでしょ、うん、でそれはもちろん意味があって「うん、アッパローワって言ってるんだけど、うん、日本だと逆さまになってるわけですよそういう実態がよく分かって はい、あのー、僕はあのーまあ、苦しんではいますよ。うんこれじゃあこの先変わんのかとねえ変えるの大変ですね <laughs> 大変ですでも,も変なことですよね衆議院議員だけアンケートしていやだからさっきの話をもう思い出していただいたんですけどこれやっぱり敗戦後の日本が終わってないんですよで石破さんと僕は考え違うのは 石破さんは安全保障の専門家なのに、うん、敗戦のこの80年来年の80年の歩みは基本的にこのリベラルでよかったと人権尊重してよかったという考えで、うん、ということは戦前は日本は人権を無視した悪い国で軍国主義でっていうその僕らはずっと教育で刷り込まれたことが基本になってるから例えば岩屋外務大臣のような考えの人も確固たる信念としてなってて、うん、それでも国際社会出ると違いますよと。 いうことなんでですよね、うん、でそれがその参議院をどうせ参議だからという扱いと共通しててもう一回言いますがそれは戦前の日本を不当に貶としめていることと深い深いつながりがあるそれを変えようというところで安倍さんと私は一致してて、うん、消費増税とか習近平国家主席の国賓問題とかでぶつかったけど根幹は一致してるからこの本になりましたということです。うんはい はいありがとうございました、はい、では今回のテーマ以上にしまして反回想にいただいた感想をご紹介します、はい、9月12日にいただいた感想です、うんえー、総裁選告示日当日となりましたが立候補者名簿に青山議員の名前があってもなくても、うん、青山議員の活動を心から支持しています えー、一時にいただいた感想ですね、はい、半回想を読了いたしました私は読書感想文を書くのが苦手ですが、はい、今回は書いておかなければ何か失ってしまう気がして投稿いたしますありがとうございます読み出してすぐに理解したのはこの本は亡き安倍晋三さんとの交流の記録を残すためだけに書かれたものではないということですそうですサブタイトルの意味も読了した今はよくわかります書かれている、えー、実録は 青山議員の書籍や講演会などで少しずつお聞かせいただいた内容ですが、一の壺から最終週の43の壺までの流れるような文章の流れに身を任せて読んできた私に、最後の鍵か,かっこ、何のしがらみもなく鍵か,かっこ閉じから始まる7行は胸に答えました、うまく言えませんが、本当にそういうことなんだと思いました。 議員はお一人ですが我々がついてます国会議員と有権者という関係を超えた関係で心と心がつながる気がしましたありがとうございましたという感想をいただきましたありがとうございます非常に救われます <laughs> はい。総裁選の最中に朝日新聞政治部の記者が小山さん夜中はうくつしないんですか落ち込まないんですか <laughs> っていうから落ち込んでるよって言ったんですけどまあこの頃は激しいですね

もう新しい本に着手しまししまた、はいはい、全8巻です今度しかも小説ですしかもここにないな「平成期」っていう僕の最初の小説の試みのバージョン2セカンドバージョンでバージョンアップしてノンフィクションノベル事実をもとにして小説を形作るっていうのを。 全8巻であります出してくれる出版社がなかったら三浦出版っていうのを創設してもらって <laughs> はいはい、はい、<laughs> お子ちゃまが社長で <laughs> はい、はい、ぜひ感想をブログのコメントまでお寄せくださいお待ちしております。そして独立講演会のご案内ですが えー、次は11月のご案内ですね。11月の24日東京にて開催されます。こちらの申し込みは10月の18日からスタートです。言ってしまったな。実はあのちょっとした事件があって、10月で打ち切ることも私は考えましたが。まあ、今のところ主催者の独立総合研究所との話し合いで、えー、少なくとも11月やりましょう。ということ。なんではい。 僕はまだ苦しんでますけどね、はい、はいえー、今度は東京ですから、はい、はいはいでまあ、お互い苦しい中なので、えー、連帯を逆に深めましょう、お今までまさか、この腐ったところのある自由民主党の問いの中なるはずのなかった人こそ、今までと違ってしがらめなく、支持団体関係なく、企業関係なく、 あなた様のご意志で自由意志で住民主党の党員になって僕と一緒にやるとにかく私と連対する三浦市長とも連帯するそのことをお考えいただければちょっと考えるきっかけいただければ三浦市長と河村市長が相談に乗りますはい動画の下の説明部分概要欄の URL から入党の申し込みをお待ちしておりますそして最後にチャンネル登録シリーズジェスチャー編です今回ジェスチャーですねはい、ジェスチャーを はいま何でしょうか,ょうか <laughs> これも一部分かる人はひょっとして分かるかなと思うんですけどはいでチャンネル登録をお願いする人はこれはですね、はい、あの全然前,前,前回ぐらいかな要するにあの戻るって戻りたいと決心して、うん、そこで気になるのは永久ライセンスがどうなってるのか30年間ほったらかしだからで日本自動車連盟に JAF 電話して聞いたんですよ。で、その電話出てくれたおっちゃん。<laughs> はい、はい。はい。チャフの方、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。とても丁寧に答えてくださいました。はい。中身はまたね。はい。はい。皆さんのチャンネル登録をお願いいたします。ます今回もご視聴ありがとうございました。